はい、えー、今日はよろしくお願いいたします、えー。リエティファカルティフェローの橋田と申します。えー、本日のでですねでは、えっと、資料をまず、えー、展開させていただきます。今日のお話はですね、このデザインの組織経営への影響に関する量的指標の普及を目指してというふうな、えー、タイトルをつけさせていただきました。えー、っとこの研究はですね、 も、えっともとは同じくあの共同研究の,、えー、あの方にです、ね、入ってていただいております,あのソニーです、ね、ソニーコンサルティングの、えー、皆さんが起案なさった、えー、ものでございまして、あのいわゆるあの大企業のデザイン部に代表されるのはデザイン組織ですねあの、デザイナーを雇っている組織ですけれども、えー、こういう組織のですね、あの まああの評価というものがです、ね、なかなかあの揺らいでいるという問題意識がそもそものたんです。で、ここに掲げている1枚目のこの書類はですね、あのソニーの皆さんが、このソニーの社内でどのようにデザイン組織を評価するかというふうなことが書かれておりまして、大きく青い四角ですね、3つあります。1つはまあエンドユーザーザの評価 えー、これは、まあ、いわゆるそのソニーが作り出したものですね、プロダクトとかサービス、まあ、これをです、ねえーまあ、普通の消費者の方がどう評価するか、まあ、これをです、ね、デザインの視点で見るというものですね。もう1つは、この右側の方ですけど、組織オペレーションの評価、まあ、これはいわゆるデザイナーの方をです、ね、社員として雇っているわけですけれども、そういう人が、えーまあ、社員として、まあ、どれぐらいの、えーっとまあ、組織オペレーション上のパフォーマンスがあるかという、まあ、評価。 えこの2個ありますが、問題は真ん中ですね、赤字で囲ってますけれども、いわゆるデザイン部というまあ組織ですね、こういう組織あれば、そこに所属するデザイナーの方が、その会社、この場合、ソニーですけれども、いわゆる事業としてどれぐらいの,そのパフォーマンスを出しているのか、あるいはまあそれがその経営者の方々にどれぐらいきちんと評価を得ているのか、こういう部分がですね、 え非常にまああのブラックボックスになっているということがあって、この,あの赤字の部分、真ん中ですね、ここの部分について、しっかりとしたまああの研究というか、調査というか、そういうものをですね蓄積しがらないといけないというふうなまあ問題意識があったということです。で、ここにかえ書いてますとおり、その中身はというと、やはり事業への貢献、それからブランド価値向上への貢献、それからえ新価値創造への貢献と、そういうふうな。 えまあ項目が挙げられていますが、まあ、このような内容について、えー、デザイン組織がどこまでまあ関与し、貢献しているかと、まあ、そういうふうなところのえ調査が不足していると、まあ、そういうことで、まあ、ソニーのえー方々はです、ね、これをまあ数年間あの蓄積したデータがあるということでありましたで、まああの今回の、もう同じような問題はその日本の大,大企業ですね、全体にこうあの横たわっている問題でして、 それをなんとかしていきたいというのが、まあ、今回の問題意識でした。で、えーまあ、こういうのって、あのいわゆるその、えー、一般的には主,、まあ、の主要仕様、KPI です、ね、キーパフォーマンスインディケーターといいますねそういうふうな、まあ、あのふうな言い方をしますね。つまり、デザイン組織の KPI が、えーまあ、はっきり、えー、ないというのが問題の本質であると。 これをどうやって調べていくかという問題ですが、まあ、これまず一つは、あの個別の企業がそれぞれ KPI は持っているわけですけれども、それがこう統一的なものになっていないということがありますので、いろんな企業にまたがって、統一的にまあ調べていかないといけないということが問題になります。それともう一つは、これ、あの企業の中の KPI ですから。 それぞれの企業の中で、えっとまあ、調べないといけない、まあまあ、もっと言うと、企業の中でアンケート調査等を実施して、えー、調べないといけない、つまり、えー、個別性と、えー、統一性という、まあ、ちょっと相反する問題が、えーまあ、存在していて、これをクリアしなきゃいけないというのが、えー、この研究の大きな課題です。従来、そのデザイン組織の、えー、経営に対する影響というのはです、ねあの、いわゆる外形的な、えーまあ、指標で例えば株価にどれぐらい影響したかとかですね。 売上、まあ、ヒット商品がいくつ出たかとか、そういうのはまあ結構あったりしたりするんですね、それからもうちょっと,えっとデザインに近いところで言うと、えー、グッドデザイン賞をいくつ取ったとか、ですね海外のデザイン賞をいくつ取ったとか、こういうのはまあ,あるわけですけど、えー、まあどうしてもそれってこう外形的なものでしかなくて、ですねその企業の中で実際に行われている事業とか、ですね研究とか、そういうところとのまあ関係がもうはっきりしないという問題があります。 で同じような問題は実は日本だけではなくて国際的にもあるようで、えー、先行研究、まあ、論文があるわけですけどもこれによるとですねあの世界各国の、えーまあ、この種の研究について、まあ、あのいわゆるレビュー研究というのをなさった方がいて、えー、この方によるとやっぱりその他の国でもですねデザイン組織のパフォーマンスというのはそのデザイン部特有の、えっとまあ、アウトプットですね例えばその良いデザインを作ったとかですね、はい えーまあ、物の色や形を変えたとか、まあ、そういうふうなことにかなり特化した話ばかりが多くて、しかも手法がまちまちであるということが、えー、分かってきています。ということがありますので、まあ、どうしてもその諸外国を真似していいわけでもないということがあって、なんとかこれはまあ日本の大企業組織です、ね、にまああの非常にフィットする形で何かを作っていかなくちゃいけないというふうなことが、えーまあ、浮き彫りになってきました。でまあ、こういういいいがはっきりしないせいで まあ、あの企業の,研究あの経営者の方からすると、ですね、えー、デザイン組織ってまあ必要だから、えーまあ、絶対そこは置いてるわけですけれども、えーまあ、それが本当に貢献しているかとか、ですね他の会社と比べてどうなのかとか、他の組織と比べてどうなのかとか、ほ、え、か、ー、のまあ部署ですね、比べてどうなのかということが、なかなかこうきちんと数量的に分からないということがあって、えー、経営者から見ると、まあまあ、ブラックボックスにちょっと近いというか、ですね、えーっとまあ、どういうふうに扱っていけばいいのかが分かりにくいというふうな。 そうなると結局そのデザインというまあ要素をです、ね、経営資源としてえどう活用していこうかというところもどうしても後手後手に回りやすいと、えー、まあそういうふうな検証ができないということ、まあ、そういう妨げになっているなということがえ見えてきているわけですね。 実際どうやってこういうふうなことを実現するか、先ほど申し上げたとおり、これはの社内のデータであるにもかかわらず、いろんな企業にまたがって統一的にやらないといけない、こ2つ、えーまあ、あの矛盾する問題をはらんでいます。なので、調査のやり方はかなり工夫をしました。この図にあるとおり、まずそ,のそれぞれの企業のデザイン組織、デザイン部門の方々から、えーまあ、そので同じ会社ですね、グループ、会社グループの中の えー、さまざまな、えー、他の部署ですね、えー、まずは経営者の方々、それから、えーまあ、例えばマーケティング部の方とかです、ね、商品開発部の方、事業部の方、広報宣伝の方、まあ、こんなふうにですね、えー、他のいろんな、えー、と社内のこれ、ステークホルダーと呼んでますが、社内ステークホルダーの、えーとまあ、リーダーの方ですね、こういう人にアンケートを送る、えー、このアンケートをですね、まあ、普通は会社によって違うわけですけどこれを統一的にするというふうなことを、まあ、やったわけですね。 でまあ、あのそれぞれの企業で、えっとまあ、なな何十サンプルとか百何十サンプル、データが集まるわけですけれども、これを、ですね主皮、えっとまあ、性の高いデータを全部省いて、本当、数字の羅列、えーまあ、ですね、マトリックスにしたものをです、ね、で、えー、リエティの方に、えー、一旦お預かりして、ですね、えー、各企業のデータを全部こうあの連結して、それで全体傾向を見る。 あるいは個別の会社の傾向を見ると、まあ、そんなふうな2段階の設計をして実施したということです。でそれからそのアンケート表も統一しなければいけないので、これはあの先ほど申し上げたように、もともとソニーさんがやってたものをです、ね、少しお知恵をいただきながら、それを拡充して20項目です、ね、20項目のデザイン組織が活躍しそうな。 項目ですねそういうものをです、ねえっと、それぞれ5段階で聞くというふうな、えー、アンケート表を統一的に作って、これを、えっと、参加した企業の皆さんに、えっとまあ、で中身変えないでくださいねってこうお願いをしてですねやってもらったということです。で2021年に、えー、このリエティで第,第1次調査というのを実施しまして、えーまあ、非常にありがたいことに、えっと、大企業18社の、えー、皆さんがです、ねえー、参加してくださいました。で合計で言うとサンプル えー、集まりまして、まあ、これをですねそれぞれの企業の、えー、周費性の高いデータは全部外して、えー、データとして、えっと、リエティの方で、私たちの方で、えー、分析をし直してみるということを、えー、やっていました。で、まあ、その結果、ですね、えーまあ、ちょっとあのであの図が、あのー、細かくて恐縮なんですけれども、これはあの、いわゆる大、えー、変量解析ですね、えー、ここではまああの因子分析、まあも、もうちょっとちゃんと言うと主成分分析なんですけど、実は。 分析を実施したところ、おおむね7個の指標にまとまったと、20個の質問で聞いたんですが、7個の塊が見えてきたということですね、順番に申し上げると、この黄色いところですね、右側の黄色いところになりますが、1つ目がブランド力の向上、2つ目がユーザーコミュニケーション、3つ目が商品価値向上、それから4つ目が提案力、情報提供。 それから5つ目が知財、6つ目が対応力、信頼、7つ目がコストスピード、この7つの要素にまとめることができるということになってきました。で、一般的にデザイン部、デザイン組織というと、その商品とかサービスに関する提案をしたりですね。 いわゆるデザイン、色や形ですね、これを、まあ、整えるというふうな仕事があるわけですが、まあ、これはあのここで言うと、飲酒の,の3個目ですね、商品価値構造、ここに、まあ、入ってきているということがあります。それから、更述しますが、えー、最近その、いわゆるデザイン思考という、まああのまあ、手法ですね、えーまあ、ワークショップをしながらユーザーの,、まあ、あの意見を取り入れるという手法ですが、まあ、こういうものに関しては、えっと、ここで言うと、飲酒の2個目ですね。 えっと番号で11番とありますね、こういうふうなところに、まあえー、分類されたということがあります。それから、まあ、最近、デザイン部がです、ね、主導してブランドというものですね、企業のブランドとか商品のブランドを、まあえー、価値向上させるというようなことを言います。これは、まあ、主に1番目ですね、えー、ここにたくさん入りました。それから、えーっとまあ、組織ですから当然対応力とか信頼を持って仕事をしたい、まあ、こういうのは、えー、っと6番目。 それから、まあ、当然経営の指標ですから、やっぱりコスト、えー、それからスピードを見なくしていけない。これは7番目に集約されましたね。それから、まあ、これあの、デザインですから、どうしても、まあ、例えば異商、衣装法とか商標登録、えーまあまあ、場合によっては特許もあるんですけど、こういう知財と関係する、これ全部、えー、っと5番目の指標に集まったということになっております。まあ、そんなふうに7つの指標が、まああのまあ、あの分析の時が出てきまして、この7つの指標で、 えまあ企業をまたがってデザイン組織のパフォーマンスをですね、測るということがどうもできそうだということが出てきました。まあ、統計的なデータ、ちょっと今日省きますけれども、おおむねあのまあこういう統計モデルとしては、当てはまりの良い結果が出てきましたので、えー、これでいけるんじゃないかなというふうなまあ確信を得たということでございます。で、これを用いて、いわゆる重回帰分析というのをやってみるということを実施しました。そうすると えーまあ、このデザイン組織全体の総合満足度、まあ、結局、この会社におけるデザイン部です、ね、はどれぐらい、えっと、ちゃんと貢献して満足できるかということをです、ね、最終的な指標にして、まあ、これをです、ね、計算する式をです、ね、重回帰分析によって、まああのまあ、ひねり出したというのがここで書かれているものです。でそうすると、7つの指標のうち、実はえっと先ほど言った5つ目の知財だけがですね、 えっと、この相互満足度にほとんど貢献しないということが、えー、残念な出てししままいましたので、まあ、それは省いて、残りの5つです、ねえー、がどれぐらい貢献するかというのがです、ね、この、えっと、係数ですね、えー、係数で表せるというふうな、えー、表し方にとして出てきます。この係数はあのー、マイナス1からプラス1の間を必ず取るというふうな定義上昇になっておりますが、えー、これ見ていただくと、全部プラスに影響していますので。 えまあそれぞれ6つの項目ですね、7つから1個引いた6つの項目が、えー、まあこ,あのこの係数のえっと数字の重さの、えー、に比例して、えー、そのデザイン組織の総合満足度に貢献しているということが分かるわけです。まあ、一番大きく貢献しているのは、まあ、先ほど言いましたけれども、えー、いわゆる商品価値向上ですね、えー、これはまあ従来的なあのデザイン部がずっとやってきた仕事にかなり近いわけですね、これは0.379というですか、全体の約4割弱ですね。 こ、まあ、ここの、まあ、重きを置かれていいるということうがあります、まあ、ただです、ね、他の項目もです、ね、それぞれ、えっと、なかなか興味深い、えー、係数が載っております、えー。2番目、数字上としては対応力、信頼、まあ、当然、企業組織ですからそういう数字が非常に大きい、それからコストスピード、これも非常に重要ですね。えー、ところが、えーっとえー、例えばユーザーコミュニケーション、まあ、これは B2B、あのーまあの会社の場合は、えーっとまあ、得意先企業ですね。 B2C の場合は、まあ、これ消費者となりますが、まあ、こういうユーザーと、えー、まあデザイン組織がです、ね、コミュニケーションを取ることをです、ねまあ、手伝っているということですね、これ、デザイン思考のワークショップなんかを使ってそれをやるわけですが、これも0.110というふうな係数が載ってまして、決して小さくないですね、あのデザイン部の重要な仕事として、まあ、これが位置づけられてきているということが、今回、えー、はっきり数字で検証できたということです。 それからブランド力向上、まあ、これも0.062、あの大きい数字じゃないんですが、あの従来、ブランドの仕事というのはまあブランド専門の部署があったりですね、あるいはまあ広報、広告宣伝とか広報部なんかがやったりすると、まあ、そういうふうなことになりがちなことがあったんですけれども、デザイン組織もこのブランド力向上に0.062で貢献し始めているということが分かりました。それから4番目、提案力、情報提供、これはあの主にあの企業の経営者ですね。経営者に 何か新しい提案をするとかですね、あるいは市場ではこういうことが起こっているとか、そういうふうな情報提供をする、こういう仕事なわけですが、これも、ね、0.065ということで、きちんとデザイン部の仕事として定義されてきているということが、今回、数量的に確認できたということでございます。 でえーまあ、そのこうやって見ていくとです、ね、やはりそのデザインというまああの,言葉の定義そのものがですねだんだん大きくなってきているということが、えーまあ、あの数値で確認できたと思います。もともとここに書いてあるその3段階で、えー、デザインという言葉の定義が広がってますよということをですね、えーまあ、あの経済産業省および特許庁と一緒に私もですねあのずっと主張しているわけですけれども、えー、一番真ん中のこう狭い意味、競技のデザインというのはですね、 まあ、いわゆるそのものの色や形というふうなことだと思いますが、えーまあ、それは当然のことながら、こうまあ、今回のやっぱ調査結果によると、この2番目の講義のデザインですね、赤い枠で囲っていますが、えーまあ、例えばそのブランドの問題だとか、ユーザーから見たときのユーザー体験全部をあのコントロールするとか、えー、製品、サービス全体をまああの見るとか、まあ、そういうふうなところに、かなりそのデザインという言葉です、ねえー、が拡大してきていて、 まあそれにこうしてデザイン組織も、えー、まあそういうふうな機能を持つものとしてですね、えー、徐々に認識され、定着してきているのかなということが分かってきました。でさらにその外側にですね、まあ、その経営のデザイン、えー、というふうなまあことも話せるようで、まあ、例えば会社の組織全体をデザインするとかですね、えー、投資や人事戦略をデザインするとか、こういうものですね、えー、まあ,ある意味、 デザインの非常に大きな意味では入ってくるわけですが、ここまではまだいってないのかもしれませんね。ただ、こういうふうなより大きな枠組みも視野に入ってくるようなところもちょっと見えてきたかなというふうなことが分かりました。で、私の研究者としての視点でいうと、やっぱりこのデザイン思考ですね、先ほど申し上げましたがユーザー、ユーザー企業とかあるいは消費者とワークショップをやりながら、 えー、実際に、えー、どんな商品やサービスが求められているのかということをです、ねえー、探り当てていくようなワークショップですが、まあ、こういう手法の、えー、提供それからまあその先導ですね、えー、リーダーシップを取って、えー、引っ張っていくという仕事が、えー、デザイン組織の中で、まあ 係数としては0.110ですが、えー、少なくそれでも、えっともちゃんと、あのーまあ、普及し始めてるということが、量的に検証できたということは、まあ、非常に大きかったなと、私自身は思っているところでございます。で、まあ、このえっと研究ではです、ね、あのこの18社全体だけではなくて、各社ですね、それぞれ参加してくださった18社、それぞれの企業の方にもです、ね、実はフィードバックを実施しました。 ちょっと企業名はお出しできないので、き、まあ、今日は A 社となってまして、あと数字もちょっと、あの実際の数字はこのままお出しできないので、えー、少しあの修正してますけれども、まあ、でもあの実際に実在している A 社の例として、えー、この会社の場合はその会社で143サンプル集めてデータを出していただけたんですね。えー、この会社の場合のまあフィードバックの事例ということで、ちょっとご紹介します。 えー、この場合はです、ね、その会社の、えっと、デザイン組織の満足度、これをやっぱ同じく重回帰式で識で、えーまあ、計測、分析してみたところです、ね、えーまあ、こんなふうに出ると、まあ、この6個の指標全部は使われなくて、この場合、3個の指標ですね、えー、出てます。ブランド力向上、商品価値向上、対応力信頼と、まあね、この会社の場合、やっぱり商品価値向上が非常に重きが置かれているわけですが、同時にこう特徴的なこのブランド力向上のほうもかなり、えっと、力が加わっていると。 それれから対応力信頼、ここも重要視されているとで。全体に、ね、この会社の場合はそのブランドをどう維持するかということにです、ね、かなり力があって、まあ、商品でブランドを作る、まあ、それが、えー、まあ会社の中での対応信頼につながっている、まあ、そういう構造があるわけですが、えー、まああのあの18社全体の数字と比べてみてこうやってあのその会社の特徴が、えー、一目瞭然で分かるという,ふうなことが分かります。 まあこのえっと事例で挙げた会社の場合はそのブランド力向上にかなりまああのおあのシフトしてきてますのでやっぱり先ほど申し上げた 狭い意味のデザインではなくて、広い意味のデザインに踏み込み始めてるなということが、量的に検証できたというふうな、そんなことです。これを18社、それぞれの企業の方に、当然、参加していることも秘密にしている会社もありますので、それぞれ私と RA の2人で、個別に対応してフィードバックをしてきたということでございます。 まああのまあ、多くの企業の皆さんがですね、なるほど納得できたというふうにこうあの評価いただけたんですけど、まあまあ、会社によってはですね、えー、ちょっとなんか、あのまあ、あの現場の印象と違うというふうなことがあったりですね、あるいはちょっとまだ分析がわ、えー、からないところがあると、まあ、そんなことで追加の、えー、ワークショップ、ワークショップというか、まあ、お打ち合わせとかを何度もやっているというふうなところもいくつかあったりもします。まあ、いずれにしても、えー、全体としては、まあ、多くの企業からですね、 えーまあ、あの面白かったと、えーまあ、相対的な位置づけが分かったという,ふうなことで、えー、ご評価をいただいていたところでございます。で、この7つの指標、それから総合満足度っていうのは、まあ、こうやって A 社から R 社まで18社、こう全部実は点数が出るわけですね。で、この点数をです、ね、使って、えーまああの、こうやってあのマッピングすることも一応、試してみました。 でそうするとです、ね、やっぱりそのまだあの昔の、えー、競技なデザインに、まあ、あの入っている会社もありますし、えー、デザインというものはそもそもあんまりこう重視されてないという結果になってしまった会社もありますし。 あるいは、まあ、あのユーザーコミュニケーション、さっきのデザイン思考を使って、まあ、どんどんこうあのユーザーに、えーまあ、どんどん近寄っていくようなことで、まあ、特徴が出ている企業もありますし、あるいは、まあ、デザインの,、まあ、あの力をです、ね、経営者の方に、えーまあ、伝えていくような方向性で、えー、特徴が出ている会社もあるということで。まあ えそれぞれの会社がです、ねあのー、こう相対的に見て、えー、どんな特徴があるのかなということがこう分かりやすいような、まあ、ちょっと分析もしてみて、まあ、非常にこう話題になりますよねこの。この会社はどこなんだみたいなことが非常にこう、あのー、話題になっちゃうわけですけれども、まあ、そんなことも一応やってみて、えー、まあまあ初めての試みなので、非常にまあ刺激になる、私にとっても刺激になるわけですが、えー、まあやってみたということでございます。まあ、そんなことをまあやって、まあ、1年間、えー、第1次調査がまあ終わったわけですが。 えーまあ、非常に多くの企業の、えー、参加してくださった皆様から、ですね、えー、ももうこういうのは続けてみた方がいいと、もう一回こうやってみたいというふうなことを、ですね多数、えー、ご意見をいただくことができました。えーまあ、例えば、えっとまあ、デザイン経営の取り組みを本格化しているので、えーまあ、この資料をです、ね、蓄積していきたいとい今後、継続してやりたい、えーまあ、ぜひあのリエティとして、ですねこれをもう一回やってほしいというふうなことを、まあ、いただいたらですね。 えー、あるいはす、ま、で、あ、に、まあ、自社で、えー、蓄積しているデータともこう整合性を取ることができたので、えー、非常に有用であるというふうなお声がいただいたり、ねえーまあ、あるいはその自社の、えー、位置づけがはっきり分かったと、えー、今こうやってきたんだけど、まあ、それはまあどうしても数量化しにくかったんだけども、もこうやって数量化してみると、確かに、えー、自分の会社がこういう位置にあるということが分かってきたということがあったり、ですねあるいはまあこういうのはもう,もう何年も続けてベンチマークにした方がいいよというかですね。 えー、あるいはですね、そのこれはやっぱり、いわゆるそのあの指標の性質としては、管理会計というような、そんな指標になるんですね、まあ。これをですね、えっとまあ、できてきたので、非常に興味深いこれをもうちょっと広げて、まあ、今度、会計でいうと、この財務会計というのがありますね。えー、こっちとのまあ連携をしていくといいかなと。まあ、そんな声もいただいてもしました。で、まあ、今回18社、第1次調査では参加いただけたんですけども、もちろんこの18社の方々に、ですねもう1回続けていただけたらというふうに、私どもは希望してると同時に、新規の 企業です、ねも,うですね、もうどんどん入っていただきたいなというふうに思ってまして、えー、まあ目標50社というふうに言ってるわけですが、えー、まあもっと,えっと参加する機業が増えたらいいなというふうに思ってますので、えー、大募集と書かせていただきました。 でまあ、ただ2回目これ、これからやっていく中で、やっぱりあの追加的な工夫もしないといけないということもあります。まず一つは、ですねそれぞれの会社でその、その社内デザイン組織、デザイン部が、ですねちょっとそれぞれこう組織的な構成が違ったりするということが分かってきます。あのまあ、具体的に言うと、その全体の組織の中、どこにひも付いているのかということがあったり、ですねそもそもデザイン部が、えっと、複数ある会社もありますね。そ、えー、そういういことがままずありますそれから 全社員に対してデザイナーの数が何人いるのかとか、ですねえ性年齢構成がどうなのか、ですねえ中の部署数がいくつあるのか、案件数いくつあるのか、こういうこともですねまあ基本的にこれ秘密なわけですけれども、やっぱりそういうデータがですねこうあのアンケート調査と別に横にあると、ですねえ分析がよりこう豊富になりますね。 なので、まあ、もちろん答えたくないという会社も多いとは思うんですが、えー、答えていただける範囲で、ですね、まあ、そういう、まああのーまあ、あのフォームを準備して、えー、もしよければ答えていただける範囲でも結構ですので、お願いしますということを今回やってみたい。まあ、それをやることによって、どんなタイプの,、えっとまああのデザイン組織がですね、 どんなパフォーマンスを出せるのかということがわ、えー、かるかもしれないということですね。まあ、そんなことをまあ、えー、今回工夫としてやってみたいと思います。それから先ほど申しましたけどもやっぱりその会計会社の企業会計としてはやっぱ財務会計ということがありまして、そこにまあ最終的にどう貢献するかということはとてもじあの注目が集まるわけですが。 今回やったこのデータを元にして、例えば KPA のどこがどの財務会計指標と関係しているのかみたいなことも分かるかもしれないということがありますので、今回参加していただいた企業の今いわゆる一般的に出ている財務会計のデータもです、ね、もう一回洗い直して、それとの相関性も見てみたいなというふうに思っているところです。 で,できれば、えっと、これは継続した方がいいという言葉までして、今回、このプロジェクトでは、2、えー、次調査、それから、えっと、来年再来年のですね、3次調査までをです、ね、今、計画しておりまして、まあ、この3回、ま,あ、まずデータはまあ集めてみたいなというふうに思っています。まあ、そんなふうにして、成果をです、ね、どんどん発信していきながら、なんとかこの量的にです、ね、デザイン組織のパフォーマンスを図るということを普及していければいいなというふうに思っております。 えーまあ、最後に1枚だけ、えっと、残されている疑問ということで、1枚、えっと、準備しましたが、えーまあ、今回、ですねずっと先ほども言いましたけども、実は知財の問題、これ、実はあの経済産業省および特許庁としてはとても大事な指標なわけですけれども、まあ、これがですね今のデザイン組織の,、まああのパフォーマンスとして、まあ、指標としては出てきたんですが、えー、他のさまざまな要素とですねちょっと切り離されてしまっていて、えー、うまいこと優位な関係が見いだせなかったという問題があります。でまあ、これはでですね、まあまあ 非常に大きな問題でして、やっぱりそのブランドを、ですね例えば市場での武器ではなくて、やっぱり社内の品質基準として認識している会社もあるのかもしれない、まあ、つまりその、えーまあ、あるブランドを立ち上げたんだけど、このブランドに見合う、えーまあ、商品とか技術を作りましょうというふうに、まあ、社内で使っているというところにとどまっていて、そのブランドで他の会社と競争しましょうというところまで行ってないかもしれないとかですね。 あるいはまあその知財を得ることによってまあこれもともとはその価値を守るためのまあ あの法的な枠組みなわけですが、まあ、それを、新価値を作り出すというところにまだ至ってないかもしれないと、ころですね、えー、まあそもそも遺象法がです、ね、2019年に大幅改正されたんですが、まあ、その改正の事実自体はまだ十分認識されてないかもしれないですから、まあ、そんなところがいくつか、えー、まあ疑問として上がってきておりますので、まあ、なんとかです、ね、この2第2次調査、第3次調査で、この知財のところについても、えー、何か手当てをしていたらいいなというふうに、まあ、今考えているところでございます。 まあここまでの取り組み、それから今回、新たなまああのま継続的なプロジェクトですけれども、としてまああの提案してスタートさせていただきましたものの、大まかなえ考え方のご説明でございました。えー、私からのお話は一旦終わりです。ありがとうございます。